夜も深まるたこ焼き屋、歌声高らかに夜の帝王アイアムさんが来ました。ピンカラ兄弟の宮四郎さんそっくりのその要望とは裏腹に、自分のことをアイアムはというお茶目なし、アイアムさん、それ何の歌なんですか？んこれか、歯の歌や。そのままです。歯お尻のちっちゃな女の子。ご機嫌ですね。せや、お尻といえばな、駅の階段で若い女のやつがこんなハイレグのパンツ履きながら歩いとんの見えたんですか？ほんまもうかなわんわ。あいつのせいでわし何回階段登らされたか。それついていって見に行ってるからでしょ。せやかて、せやかてや、こんなコマネチみたいな、こんなコマネチみたいな、こんなコマネチみたいな見えたんねんから、あんなもんはな、見られてもしゃあないかな、ほんまに。まあ綺麗な人のは見せたいんでしょ。おて最近はあれもどうにかせなあかんで、女性専用列車言わすな。女性専用車あるですか？あれ階段降りたところのええ場所にあるよんねん。よう間違えて乗ってもうてえらい目に遭うねんがな。あんなもんあかんがな、女性専用列車なんか。いや女性専用車あるですね。ほなろお前、わしらにも男性専用列車作らんかい。そんなもん乗りません。いややな。まあそれだけ痴漢が多いんでしょうけどね。そや、こないだアイアムな、女のやつにこの人痴漢です言われて間違えられたんやで。事務所まで連れて行かれてん。マジですか？アイアムはこんな女触ってへん言うてんのに、触ったいいよね。触ってないんですか？触るかいな。でもよく帰ってこれたもんですね、今のこのご時世で。ポリコに朝までアイアム触ってへん言うたったんや。朝までな。さすがですね。あの触ったとか言うてる女にもう一回忘れろってドアバーン開けたら女ブワー逃げよんねん。アイアムから金引っ張るつもりやったんであれば。あの女腹立つ。今度見たらアイアムどついたんねん。それはどついたらなりませんね。でも痴漢の冤罪もそうなんですけども、まずは痴漢する男がダメなんですよね。そうや、お前ええこと言うかな。いや気に入った、お笑い目指したのか。どんどんわしのギャグ盗んだらええ。よっしゃ、わかった。おしゃあないな、わしのギャグやるわ。それは頼もしい。ギャグをいただきました。その内容は、自分の入れ歯を外して、あなたが入れ歯、そこで入れ歯を外して、私も入れ歯、あなたが入れ歯、私も入れ歯と歌うというアイアムギャグ。アイアムさん、残念ながら僕入れ歯どころか虫歯一つすらないんですけど。